ふう、なかなかいい雪質だな。パンダのやつはどこ行った？ねえねえ君、よかったら僕とゲレンデが溶けるほど一緒に滑らない？ナンパしてやがる。ねえ、いいでしょ。女の人が引いてるぞ。滑走どころかすでに墜落してることに気づけ。抵抗ペンギン。スノボでコースを外れてしまった社畜の末路。ナンパなんてしてないでスノボを楽しんだらどうだ。本当はスキーの方がやりたいんだよね。じゃあなんでスノボにしたんだ。こっちの方が女受けいいんだよ。お前って常に打算が働いてるよな。それにしてもペンギンはスノボが上手だね。滑ることには慣れてるんだ。いつも会社での発言も滑ってるもんね。お前らを笑わせようと思ったことは一度もないからな。でも顔面は面白いよ。喧嘩売ってんのか。ねえ、あっちのコース行ってみない？どこだ？ほら、あそこは禁止エリアじゃないのか。平気だよ。禁止の標識やロープも貼ってないし。確かに最近スキー場によってはコース外の一部を自己責任エリアにして滑走を許可しているところもあるからな。でしょ？ほら行こう。ちょ、待て。雪山で遭難。おいパンダ、ちょっと止まれ。何？さっきからおかしいぞ。僕らの会社のこと？それは今に始まったことではない。いくら滑っても一般コースと合流しないし、それに俺ら以外誰かが滑った形跡がない。僕らが率先者ってことだね。コロンブスってことだ。そんな偉業なしてないだろ。これはきっと遭難というやつだ。そうなんですか。寒いぞ。凍える寒さ。なんだか急に寒く感じてきたよ。ずっと休まずこんな雪山を歩いてるからな。さすがの俺も寒くなってきた。ペンギンは寒いところ得意じゃないの？日本での生活に慣れてしまっていたからな。体感機能が驚いてしまったのかもしれない。ペンギン唯一のアドバンテージだったのにね。まず救助を呼ぶ。そうだ、お前スマホは持ってるか？持ってるよ。それで外部に電話をかけてみたらどうだ。その手があったね。早く行ったよね。ペンギンってそういうところ気が回らないよね。本来スマホを持ってるお前が先に気づくべきだろ。じゃあかけてみるよ。俺はスマホをロッカーに置いてきてしまったからな。頼むぞ。で、どこにかければいいの？こういう時はまず警察にかけるのが一番だ。民間の救助隊に依頼すると捜索費用がかかってしまう。君って案外せこいんだね。抜け目がないと言ってくれ。あ、どうした？ここ県外だ。嘘だと言ってくれ。雪は食べちゃダメ。まずいな。僕に隠れて何か食べたの？お前の冗談に構ってるほど余裕ないんだ。ずるいよ、僕も何か食べたい。あ、そうだ、雪でも食べようっと。いちごシロップでも持ってくればよかったよ。パンダやめろ。こんな時に雪を食べると逆に喉が乾くし体温が下がる原因になるぞ。大丈夫だよ、もう体温とか感じてないから。お前が大丈夫じゃないことはよーく分かった。鎌倉を作る。遭難した時はむやみやたらに歩いてはダメだ。死ねってこと？そうは言ってない。きっと今日一緒に来ているあのアホ上司がスキー場の係員に俺たちのことを言ってくれるだろう。アホ上司なのに心配になってきた。とにかく助けが来るのを待つのが賢明だ。このままだと凍え死んじゃうよ。鎌倉を作ろう。いい国作る気？幕府を開こうって意味じゃない。ほらできた。中に入ってみろ。思ったより暖かいんだね。構造上外気は遮られるし、雪には断熱効果があるからな。暖房機能はついてないの？まだそんな贅沢言う余裕はあるのか。恐怖の雪男。なんか今足音聞こえなかった？気のせいだろ。救助隊なら声掛けしながら捜索するだろうし。ちょっと僕外見てくる。誰もいないな。やっぱり気のせいだったのかな。ん？なんだろうこれ。大きな足跡に見えなくもないけど、いや、もしかしてこれは雪男の足跡？ペンギン大変だよ。どうした？外に雪男がいるよ。バカ言うな。見たのか？見てないけど大きな足跡があったんだよ。どれくらい大きかったんだ？君の顔ぐらい。そんなわけないだろ。雪男なんて空想上の生き物だろ。でも足跡が。お前の見間違いだ。そうかな。体力消耗しないように休んでろ。寝たらダメ。僕なんだか眠たくなってきたよ。おいパンダ寝るな。こんなところで寝たら死んでしまうぞ。あれ、雪山なのに綺麗な大麻畑が見えるよ。それにあっちの方には穏やかな川が流れてる。その川を渡っちゃダメだ。ペチペチしてやるから目を覚ませ。ペチ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 。パンダ目を覚ませ。ここは
天国みたいだよ。マジモンの天国だぞそれ。あ、でもパンダの場合地獄行きなんじゃないのか。あ、いや、今はそんなこと考えてる場合じゃなかった。しっかりしろ、おい。くそ、どうすれば。このままだとパンダが死んでしまう。本当はいけないことだが、こうしてはいられない。俺が何とかした救助隊をここに連れてきてやる。待ってろよパンダ。えい、そして綺麗で暖かいところだな。おーいパンダ。今どこかの社畜の声が聞こえたような。気のせいか。パンダ起きろ、目を覚ませ。あれ、この声はペンギン。おい起きろ、起きてくれ。君はペンギンじゃないか。どうしたの。おお、目を覚ましたか。俺たち助かったぞ。え、助けが来たんだ。はっ、そうだった、僕たち遭難して。そうだ。君随分と顔とかに傷がついてるね。どうしたの。気にするな。ワイルドな男気取ってるつもり。なんかいろいろと損した気分になってきた。それよりどうして助けが来たの。それがたまたまユーマを探すオカルトテレビ番組のスタッフがこの雪山に撮影に来ていてな、そいつらのおかげで助かったんだ。今時そんな番組需要ないだろうに。雪男でも見つかれば話題になるのにな。やっぱりいるんだよ。いるわけないだろ。それより今度喋るペンギンとパンダっていうやらせ特集を組みたいらしいんだが、どうだ。ま、キャラ次第だね。お前らしいな。さ、お前の凍傷も心配だ。外にある救助用のスノーモービルに乗って暖かいところに行こう。どうせならハワイに行きたいな。だったら自腹で行けよ。ついに俺たち社畜がホワイト企業に転職することになった。優しい上司、やりがいのある仕事、定時に帰れる幸せ、何一つ不満のない職場、最高だ。次回、社畜がホワイト企業に転職するとどうなるのか。世の中からブラック企業が滅ぶことを願う。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。